小文字はジョージ・バーナード賞の遺言によって英語の標音的な聖書法のために制定された40文字からなるアルファベットである。1959年にキングズリー・リードによって作成された英語の聖書法改革案としておそらく最も有名でかつ最も過激なものだが現実に使われることはほとんどなかった。ジョージ・バーナード賞は 英語の綴り字改革の必要性を長年にわたって主張してきたが、従来のラテン文字と異なる40文字以上からなる全く新しい標音的な文字だけが英語の綴り字の問題を解決できるという信念を持っていた。晩年の章は大金持ちだったが、この新しい文字の開発のために遺産から資金を提供することに決めた。1950年に章が没した後、 遺産をめぐって法廷闘争が起きたが、最終的に遺産のごく一部を使って新文字のコンテストが行われた結果、キングズリーリードの案が採用された。これが小文字である。ピーター・マッカーシーによってこの文字で書き直された小のアンドロクリーズとライオンが1962年にペンギンブックスから出版された。小の文字は 左から右へ綴られるアルファベットであり、すべて一筆で書くことができる。40文字から構成され、大文字と小文字の区別はない。文字は、アセンダーを持つ、高い字、ディセンダーを持つ、深い字、およびどちらも持たない、短い字から構成される。深い字は、高い字のそれぞれを180度回転させたものであり、高い字が無声音の場合、それを回転させた深い字は対応する。 優声音になる。この他に、続けて一文字のように綴られる八つの複合文字がある。その大半は英語を綴るときに問題になりやすい、で終わる、音のためにある。四つの、最もよく使われる単語は、それぞれ一文字で、と綴られる。また、固有名詞は前に中黒を置いても良い。ユニコードでは、バージョン点0で小文字を追加多言語面の U プラス四百五十から、 U+, 1047F までに加えた、5時を含めて全48時を収録している。ありがとうございます。